さあアイアンマンのベロニカがやってきましたということで、バージョン 31.20 のマップ変化とかね、アップデートの変更を見ていきたいと思います。まず1箇所目がね、ここマップ上にね、こういう六角形の場所、わかるかな、こういう六角形の場所がね、いくつもできていますので、まずはここに行ってみるのをおすすめします。ここね、多分確定、今のところ確定で、一つね、このアイアンマンの宝箱がありますので、これを開けるとスターク・インダストリーズ製のね、アイアンマン系のミシックをどれか一つ手に入れることができるみたいです。アイアンマンのね、飛行キットの場合は上に上昇したり下に下がったり、左にねロールしたり右にロールしたり、こんな風に敵の弾を避けながら、さらにねユニビーム持ってたらね、空中からユニビームを発射できるみたいなんですけど、今ユニビームを持っておりませんので、ちょっとユニビーム取り行きましょうか。さあ2箇所目やってまいりました。やっぱり確定で1つあるみたいですね。スターク・インダストリーズ製のアイアンマンの宝箱ということで、次来ました。次はアイアンマンの戦闘キットです。これ戦闘キットはね、リパルサーも発射できるし、ユニビームも発射できます。貫通と貫通攻撃やばすぎる。さあさらにこの飛行キットと合わせて、高くね、空高く上昇して、敵がねこういう建物の中とかに隠れていてても、ユニビームでおーいしょと中ごと破壊できちゃいますね。やばすぎます。この組み合わせはマジで強い。さあそしてね、さらにね、ベロニカが第一収縮が終わって第二収縮が始まったぐらいに降ってくるんですけど、はい、せっかくなんでここでアイアンマンに話しかけましょうか。アイアンマンがねいる場所はこの風車がある場所、マップ上で言ったらね、ドゥームシュタットの左下、はい、この風車がある建物の周りにね、アイアンマンがうろうろしていますので、アイアンマンにちょっと話しかけてみましょうか。さあアイアンマンさん、私がアイアンマンだ、言わずもがなだが、スターク社の装備は見つけたか、役に立つだろう。通常会話こんな感じですかね。アイアンマンの出番か、何、アイアンマンを見たことがないだって。チャプター2シーズン5以降に始めた人は確かに見たことがあまりないかもしれません。ということで来ましたよ、次のことを尋ねる。あ、ちなみにね、アイアンマンの戦闘キットとスターク・インダストリーズのね、エネルギーライフル、チャプター2シーズン4のあのエネルギーライフルもここで購入することができます。まあどっちもね、在庫が1個しかないんで、早い者勝ちにはなってしまいますので、これ確定で欲しい人はね、ゲーム始まったら速攻でね、この場所に降りてアイアンマンに話しかけて購入してください。さあそして我々考察勢はこれですね、次のことを尋ねるということで来ました。アイアンマンとドゥームについても聞けるみたいです。じゃあまずアイアンマンから行きましょうか。あー、この私だ、私がアイアンマンだ。まあ実際はチタンと金の合金なんだが、鉄では強度が足りなかったんだ。へえ、チタンと金でできてるんだ。金って結構柔らかいけどね、金属の中では。はい、でも響きは良いと思わないか。名前のことさ、鉄自体は鈍い、ガチャンって音を出すから響きは良くないぞ。あ、名前アイアンマン、そうだね、名前アイアンマンのアイアンっていうのはね、日本語にすると鉄なんで、鉄男っていう名前なんだけど、まあ、実際はチタンと金の合金でこのスーツ作られてるみたいです。まあ、チタンはね、熱にも強いし硬い物質なんですけど、金はね結構柔らかいので簡単に、あ、でも逆に柔らかいからこういう関節部分とかに使えるのかな。まあ、金とチタンでできてるみたいです。さあ早速、本題のドゥームについて聞いてみましょうか。さあドゥームの弱点が何か教えてくれ。ドゥームはいつだって何かしらの策略を練ってるのさ。あ、じゃあ今回も策略を練ってそうですね。君たちの島をラトベリアに変えようだなんて、いかにもあいつがしそうなことだ。言いたいことはいろいろあるだろうが、国の管理はきっちりしてるぞ。ラトベリアは清潔そのものだ。24時間365日監視されてるのが気にならないなら悪くない場所だな。あ、確かにね、ラトベリアの王国、ドクタードゥームの王国は、前回のねクエストやった人は知ってると思うんですけど、ドゥームシュタットとかね、監視カメラだらけで、ラトベリアの街ってドクタードゥームのね王様に常に監視されていて、ドクタードゥームのね悪口とか一切言えない状況なんですけど、まあその分ね、ドクタードゥームがね、なんかいろんなものを発明して外国で売ってきたりしてくれてますので、国自体はねお金持ちだし清潔な場所なんですけど、ただしね自由がない、全てねドクタードゥームの言いなり、ドクタードゥームの悪口も言えないようなね、そういう国になってるのが今のねラトベリア王国です。まあでも自由じゃないならどんなにお金があってもちょっとさすがに住みたくないですね。さあではアイアンマンの説明。アイアンマン、アーマーを身につけたこのアベンジャーズの一員はガンマ線を動力にするバトルバスの制作者でもある。あ、これあれだ、ガンマ線を動力に、チャプター2シーズン4の時にバトルバスにガンマセルっていう、
ね謎の物質物体をバトルバスに乗せてそれをギャラクタスの口に突っ込んでたんですけど、え、あれってあのガンマセルって裂け目を発生させるための装置じゃなくて、まあここではガンマ線って書いてありますけど、あのガンマセルがバトルバスの動力だったんだ。あの動力を使ってフォートナイトのループの世界にハッキングしてバトルバスを数十億台に増やしてたっていうことなんですかね。あ、これは新たな情報ですねってびっくりしたんですけど、てかこれ、え、あれ、あのちっちゃい文字の説明がない。あ、全員なくなってる。なんでなんで、ここにさ一人一人さめっちゃ説明があったのになくなっちゃってる。これバグなのかな。バグだよね。さすがにアイアンマンだけ説明がないならわかるけど、今まで説明があった他の NPC に説明がなくなってるのはちょっとおかしいんで、多分バグだと思うんですけど、これが今度からこれ説明ないんだったらちょっと悲しいですね。さあ、そしてもう第2収縮っていうかもう第3収縮だ。ほら見て、ベロニカ、ベロニカ、こういう場所にねベロニカがやってくるんですよ。ちょっとベロニカがね落ちてくる場所貼っておきますね。画像に貼っておきます。全6箇所かな。はい、これ皆さんよかったら、この場所をね撮っておいてください。このベロニカに行くととんでもないアイテムが手に入りますので、この画像は必須です皆さん。さあ、ベロニカが見えてきました。これね第2収縮が始まって数十秒後、そして第3収縮が始まって数十秒後、そして第4収縮のねが始まってとね、多分第2、第3、第4収縮で1個ずつ降りてくるみたいですので、ちょっと後でリプレイモードの、あの動画も貼っておきますね。これがねプシューって空から降ってきてね、めちゃくちゃかっこいいんで今、その動画を流しておきます。リプレイの動画を流しておきます。めちゃめちゃかっこいいでしょ。でこれがヒューって落ちてきた状態なのが、これね多分第2収縮が始まってこれが落ちてきたベロニカです。でこのベロニカに行くと、さあなんとここでアイアンマンの機械があって、アイアンマンの装備を取る。よいしょー、見てください。ここでアイアンマンの戦闘キットとねアイアンマンの飛行キットを確定で手に入れることができるんですけど、飛行キットは2個持ってないんだ。はい、ここに来ればね両方確実に手に入るんで、まあだいぶここは敵が多くなる激戦区になるとは思いますが、もう1個、今来てますね。これですね、赤い方、赤い方がねアイアンマンのベロニカで、こっちのね青い方、青い方がねウォーマシンのベロニカとなっております。めっちゃかっこよくない？ウォーマシンのはね真っ黒のベロニカですね。はい、こっちのウォーマシンのベロニカに入ると、なんとじゃじゃんじゃじゃじゃん、ウォーマシンの装備を取るということで、ウォーマシンのアーセナル、ウォーマシンのオートタレット、ウォーマシンのホバージェットということで、ウォーマシンの装備も全部揃うし、アイアンマンのベロニカに行くとアイアンマンのも全部揃うという最強ですね。見てください、ホバージェットで空飛びながら、さらにアイアンマンで空を飛びながら、この空の上からユニビームで敵を建築ごと貫通して倒せたりと、もうヤバすぎます。そして体当たり攻撃で建築も破壊できちゃいますと。あ、これユニビームより体当たり攻撃の方が建築破壊できるっぽいね。これも俺が別人になってる。見てこれ、手足がアイアンマンで背中にウォーマシンがついていて、完全に別人になっちゃってるよ俺が。さあ、そして次はマップ変化というか、見てほら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 緑色に光ってる。こんなんなかったでしょ今まで。なかったっていうか、ドゥームの島が現れる時だけ、ドゥームの浮島が登場する時にだけあっちの煙突が光って、ここにねドクタードゥームの顔が出てくるみたいなマップ変化があってたんですけど、はい、見てください。今回ねドクタードゥームの島が現れない時も、さっきみたいにねなんかここが緑色に光るんですよ。ここが何か変化してますね。ちょっと普通にねゲームプレイしてたら気づかないとは思うんですけど、リプレイモードではねちょっと何回も繰り返して見れるんで、リプレイモードではねこんな風に繰り返して見れるんで、これなんだろうね、アーマーが完成するっていうことなのかな。いやでもアーマーもう完成してると思うんだけど、一応知らない方のために説明すると、ドクタードゥームはねここであの無敵のアーマー、パンダラのエネルギーをね全て吸収しても鎧が耐えられるようにここで無敵のアーマーを作ってるんですけど、それが完成しようとしているということなんでしょうか。あ、そうそう、すいません。このマップ変化ね、ちょっと自分気づいてなかったです。あの、前回のミステリオを倒して、このね、ドゥームシュタットに落書きをするクエストが終わった後、終わった後ね、ドゥームシュタットに来ると、なんと、ドクタードゥームがね、めちゃくちゃ落書きされちゃってるみたいです。ちょっと近くで見ようか。なのでね、このマップ変化はクエストクリアした人しかね、多分見れないと思うんですけど、こんな風にドクタードゥームがおっさんみたいに落書きされちゃっております。そしてね、さらにね、ここ、この門の入り口のところにね、なんかビラがね、いっぱい巻かれちゃってるんですよ。見てください、歩くとねここ歩くとビラがポンポンポンって舞うんですけど、ドクタードゥームが落書きされたポスターとか、ミステリオがねピエロみたいに落書きされてるやつ、こっちはドクタードゥームがねピエロみたいに落書きされている、このような、あーもうやめて、
このようなビラがねいっぱい巻かれてしまっておりますね。この街にホープに負けた代償はでかかったようです。あとはねみんなが気になりそうなところ、このグランドグレーシャーにある角ソーンの置物だったり、ドゥームがねいろんなのを探している穴ぼこも変化ないし、はい、ここのノームが囚われているね秘密の洞窟も特に何も変化はありません。あ、そうそう、ドゥーム城のね入り口のこの犬狼がねテニスボールを加えていて、これがねクラッシーコートのテニスコートにあったテニスボールなのか、ケルベロスがね集めていた3つのね異物、テニスボールの異物のうちの2つ目なのか、ちょっとその辺がわからないって言っていたんですけど、実はねここドゥーム城のドクタードゥームがいるところ、ドゥームボットがいるところのここのね鎧もテニスボールを持ってるんで、2つ目3つ目と考えるとシーズン2のケルベロスが集めていたテニスボールが1つ目で、さっきの犬が加えていたの2つ目、これが3つ目ということで、これでテニスボールの異物が全部3つ集まったんじゃないかなと考えられます。あとみんなが気になってるであろう場所はこうドゥームシュタットのねドクタードゥームの秘密基地なんですけど、ここのホワイトボードも特に変化ありませんね。あと角層のお家にあった置物をね運ぼうとしてるトラックも特に変化はありません。カエルの親子も特に変化ありませんでした。なんかね変化がありそうな場所、あとパンドラの箱とかも変化なかったですね。あ、そうそう、マーベルの新モード以外にもレゴフォートナイトに超大型アップデートが来ていますので、2つのね特大アップデートが来てるんで、バトロワの方はちょっとマップ変化が今回少なめだったのかもしれません。ということでまたね1週間後にはストーリークエスト来るし、多分2週間後には大きなアップデートマップ変化も来ると思いますので、そちらを楽しみに生きていきましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録、高評価、そしてねこういうアイアンマンのマーク45とか買う前にアイテムショップの方からねクリエイターサポートたくまにぜひよろしくお願いします。マジでね本当によろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。